カズレーザーは高校は制服がない学校のため漫画コブラの主人公に影響を受けて全身赤の服で登校する。あだ名がレッドになり食べ物も赤にこだわり、喫茶店では必ずミートソースを注文していた。近所の小学生からは血だるまババアと呼ばれるようになる。定教師のバイトをすると長い金髪と全身赤の服装で挑み、信用できないとクビになる。花屋のバイトの面接を受けるが、長い金髪と全身赤の服装で挑み不採用になる。バンダイの面接を金髪と全身赤の服装で挑み、ネット掲示板にバンダイの面接に積極的なシャーがいると書かれ話題になる。社会から求められてないと感じ、芸人の道に進もうと考え、銀行には内定していたがとにかく働きたくないという理由で辞退する。仮面ライダーの怪人カニレーザーと自身の名前を合わせてカズレーザーという芸名をつける。36歳になると週刊誌に元女流騎士との交際が報じられる。だが金髪に全身赤でお忍び感を出さない姿勢に1ミリも忍んでなくて草と逆に好感度が上がる。この報道を受けカズレーザーはマスクもして顔を隠していたんでバレないと思っていたんですけどねと真顔で語る。鬼人カズレーザーであった。